はい、どうも皆さんこんにちは。今回は2008年のアイアンマンの最後の場面で衝撃的な未公開シーンがあったことが分かったので、それについて見ていきたいと思います。まずこの映画での一番最後の場面というのは、トニーのカリフォルニアのマリブの家でシールドの長官のニック・フューリーが不法侵入している場面でした。ここで本編で公開されたものは、ニック・フューリーの口からトニー・スタークだけがスーパーヒーローではなくて他にもたくさんヒーローがいるというようなことを聞かされて、トニーが誰かということを聞くと、シールドの長官のニック・フューリーと名乗りました。そしてアベンジャーズ計画についての話をしたいと言っていて、そこで終わっています。しかし未公開シーンでのニック・フューリーとトニー・スタークのやりとりは本編のものとは全く違っていました。ではそちらをまずご覧ください。As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough, I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Well, what are we avenging? Whatever the hell we want. これはかなり衝撃的ですよね。まず最初のガンマ線というのは、これはブルース・バナーがハルクになったことを指していて、放射性の雲はこれはスパイダーマンを表しています。これまでのソニーが作ってきたスパイダーマンでは遺伝子組み換えされた雲ということに変更されていますが、もともとコミックでは放射能に汚染された雲に噛まれたということになっています。そして一番衝撃的なのが次で、ニック・フューリーはこの時にミュータントと言っています。この未公開シーンではフューリーがさらっとスパイダーマンのことであったり X-Men のことを口にしていますが、この映画が公開されたのは2008年で、この時まだスパイダーマンはもちろんソニーが権利を握っていましたし、 X-Men も20世紀フォックスが権利を持っていました。この未公開シーンからわかることとしては、マーベルスタジオとしてはこの2008年の頃からすでにスパイダーマンや X-Men を加えようとしていたということです。実際その後2016年にスパイダーマンはシビルウォーに登場することができて、 X-Men も今後登場することになります。今回は2008年のアイアンマンの未公開シーンについて見てきましたが、皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。